はい。よし。じゃあ、どうします?寿司コイン何枚貯める?すげえ適当だけど30ぐらい使いたいですね。ハンバーグ、調理ランク10だから。あ、あ、じゃあ、いいな。すごい、ね。一郎でやればいいか。ね。あ、いいなの?いいだよ。めっちゃいいじゃん、ハンバーグ。そうなんだよ。すごいね。卵じゃなくてハンバーグ鍛えていこうかな。ハンバーグのレベル上げとく?あ、上げましょうか。では、校内コンクール用にね。うん。ハンバーグを使った寿司を作るということでね。このパートでコンクール。うん。クリアしたいなってね、思ってるんですけど。まあ、まずバーナーでしょ?そうですね。うん。バーナーとフライパン。バーナーでしょうな。うん、ああ、上がるね。ああ、強くね。強い。それ、いいでいいの?食材レベル。ハンバーグ?ハンバーグやばいな。さっき、一番最初にそれ開発するべきだったのに。本当に、芽ネギとか探してる場合じゃなかった。芽ネギはイベントでね、もらったやつです。ああ、そうかそうか。フライパン、3つぶち込むか。そうね。バーナーとフライパン全部いっとくか。それやる価値あるよね、うん、ハンバーグめっちゃ効率良さそう、うん、グルメオイルも1個ぐらいいっとく。え、これ7いくんじゃない。これやばい、余裕でいくよね。単品でめっちゃ伸びるぞ。それはどの回転寿司屋にもありますわ。そらそうだよ。これバーナーでもう旨味8までいくでしょ。香りもいくかな。香りはね、バーナーだと伸びない。あ、伸びるわ。すごすご。あ、次いくかな。あ、次だね。これで8と2までいってほしいな。どうかな。いった、来た、いった。いやー、美味しさ10ですって。これはすごい。単品で。あー、うん、でハンバーグって、うん、どうなん、誰に受けるとか見れる。子供。あ、子供ね、うん、ただそこは2か、うん、女性よりは男性の方が、うん、食感はそこまで高くないんだね。そうだね。そうか、いけるのかな。まあいっか、まあ、大丈夫じゃない。相性がいいトッピングでね、ボーナスがすごいつくっていうのがね、うん、分かったんで、うん、サーモンにチーズとマヨでボーナスついた時すごかったもんね、うん、お、応募できるし、うん、まあ、先に作ってからかな。そうですね。寿司コインが、まあ、もう作り始めてもいいけどね、うん、そうね、最初は10だからね。じゃあとりあえずハンバーグで寿司かえ。ああ、寿司しかない。考えていいかい、うん、あ、そっか、寿司にしか使えないみたい。誰を、うん、調理力なんだね。目利きは一郎なんだけど、うん、チーズ1個乗せたらもう調理は40になっちゃうから、あと17で賄う必要があるね。あ、ダブルチーズにするんだったらガリオなんだな。ていうかもうガリオか一郎の2択なんだよね、完全に。そうだね。目利きでいくか調理でいくか。ダブルチーズね。ダブルチーズ美味しいよね。そうだろうね、うん、中にも外にもチーズでいいんじゃないかな。よし、ガリオで。オッケー。ランニングジムもちょっとね、うん、気になりますね。なんかね、走ってる人が基本的に1人しかいないんだよね。あ、来た。すごい、5個で、もう一番上等なの。ゼロでも一番上等、うん。これ、それより上あんのかな。おぉ、あぁ、いっとく?まあ、30かければいけんだ。うん、じゃあ30使っていいかい。31回使ってみたいね。これで特別な何点の拾ってくるのか。頼むぞ、ガリオ。100点超えあるんじゃないか、もしかして。これだ、千葉でね。おぉ、すげえ、48? まだ、いやー、あ、レベルも上がる。おぉ、100点超えた。100点超えた。すごーい。最高級品。いや、もうこれハンバーグだろ。ハンバーグが手放せないな。ハンバーグ芸になるのでは。いいね、ハンバーグ強っ。さあで、副菜追加、トッピング2つ、うん、まあね、俺もやっぱね、チーズ無製ハンバーグ好きなんですよ、まあ、そうでしょうね。食感にはプラスはないけども、うん、うん、あー、でもおろしね、おろししそハンバーグは多分すげえいいな。おろしそバーグも絶対相性はいい。まあ、これは、一郎で作れるんで。そうね。今回はもうこうですよ。そうね、ガリオしか作れない。ね、うん、
ハンバーグだからね。だよね、だよね。これ見たらね。あ、七味ね、うん。七味、塩、マヨネーズあたりも相性はいいだろうけど。マヨネーズ好きだな。まあ、こうっすな。そうっすな。うん、だって、この組み合わせ以外だったら、一郎でいいんだもん。そうだね。うん、開発費8万。行こう。行こう。はい。頼むぜ、ガリオ。コンクール勝ったな。食感はそんな伸びない気がしますけど、ね。大丈夫じゃない？このうまさなら。うまさ。おお、座席が不足してます。増やすかい？レーン。レーン伸ばすか。この辺ちょっと考えますか。でも、もう一個クマックス使えば、だいぶあれですよね。ね、うん、まあ、ちょっと待ちますか。うん。お、来た。試食。さあ、チーズ2つでボーナスが入るのかどうなのか、ね。ハンバーグとチーズは確実に相性がいいですから、うん。これ相性悪いって言ったら、カイロソフトのセンスを疑わざるを得ない。全な風味。お、いいですね。ハンバーグがいい味を出してますね。伸びるな。うん、分かってるな。こっからよね。この後よ。トッピング相性。うん、よしでしょうね。よしよしよし。いや、すごいすごいすごい。これ、ダブルだからね。ダブルチーズだから。あー、さすがに。そうか。いや、でも。じゃあ、おいしさ15よ。うん、安っ安っ、みんなこぞって食うよ、これ。これはすごいなぁ、うん。サーモンとハンバーグしか売れん。チーバーグ。ちょっと名前考えますわ。うん、チーバーグね。じゃあ飲むわ。うん、まあ、これはね、絶品をつけたい、ね。つけていいね。絶品。うん、まあ、絶品なんとかバーグでいきたいね、うん。ここに当てはまるものを考えたいところですが。まあ、ハンバーグ屋さんだと、おろしとしそでおろしそバーグ売ってますよね。チーズだからね。そうなんだよ。チーズ。しかも二つだからね。絶品トロットロバーグって。いや、いいね。ダブルですからね。もうチーズが溶けてる感出てるね。一つだけだったらトロだと思う。トロバーグでいい。ダブルトロですよ。これでいこうか。わー、できたね。これで、うん、あんまり、見た目はとろけてない、ね。そうね。とろけて。焼いたハンバーグに乗せた感じですよ、チーズをね。届くまでの間にとろけるね。うん、ね、うん、肉の熱でね。そう。あー、これよ。これでじゃあ、ちょっと、いきますか。いけますか、おすすめね。玉球戦が。いや、でも、玉球戦頑張ったからね。うまいからね、全然。お、安いし。安いしね。チーズがおかしいな。マヨの偏りを減らすために。そっちをヘルシーにしようって言ってたんだけどな。交互に作ろうって言ってたのにな。似通ってきた。俺もチーズ好きだから。これでじゃあコンクール行きましょうか。いいっすか。これいけるかな。食感食感がないんだよな。なんか食感も4はあるからね。うまみが。トロトロバ。うん、いけるいける。行こう行こう。来月開催です。あと、ここをガリオに戻さないといけないのかな。寿司コインも大丈夫。寿司コインありますからね。おっ、ああ、夏休み、ね。これは毎年のことだね。夏といえば、トロトロのハンバーグですよ。トロトロですよ、もう。熱々だから。次のなんか、社員雇う、次の段階のやつが欲しいんですけどね。なかなか来ないね。来ないね。何かが足りないのかな。これやってみる？私の修行。で3ついけるだけかな。そうね。まあ、メニュー増やしてもいいですけどね。増やすかい？赤貝とか食感良さそうじゃない？子供受けはどうかなって。まあね。ホタテを見る感じ。好きなの言っていいっすよ。じゃあ朝月いいよ。あんま食材増やしてもレベルアップが間に合わないから。確かにね。朝月でトッピングいこうかな。と、PR はお金貯まってクマックスの後でもいいかな。うん。レーンが足りないって言われたからね。レーン足りないって言われたからね。お、来ましたね。これでクマックス買えるな。うん。結構今年は伸びたんじゃない？すごいハンバーグ !211点、ああ、エンタメも伸びてる伸びてる。すごいね。
すごいね。全部上がってるよ。おお、一気にいったな。100点以上上がった。1000も近いですね。 2.5 ぐらいですね、欲しい。おお、絶品トロットロバーグが素晴らしいですね。よし、行こう。これはやったー、20万、うん、ちょうどクマックス買える。そうね、維持費払ったら終わりそうだ、ね。まあ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 、まあ、いい、まだ午後0時だから。ここだね。これで4-4で、うん、あ、いやー、ちょっとなんか考えていってもいいよね、うん、ここを維持するのにはさ、もうアルバイト置くしかないんだよね、調理場は。そうだね、うん、あ、走ってるね、ここ。そこはバラ置いてもよかったな、うん、こっちから入れるからじゃない。ああ、そういうこと。こっちはこっからしか入れないから、ね、隣接するところが空いてないと、うん、そういうことなのかな。なんか意外とさ、このバラをこうならいいんじゃないかな。試してみるかい。やるだけやってみよう。やるだけやってみる。これで道がないって出なきゃ、通ってるもん、ここ人が。大丈夫そうだね。大丈夫そうですかね。じゃあ、うん、最初に置いちゃったバラの向きがすげえ気になる。まあ左右で目を楽しませるってことでいいかい。あれ、もう一瞬で17万貯まったの。すごい、ね、すごくない、うん、でもまだ一番売れてんのは玉球戦だね。そして絶品トロットロバーグ売れてねえんだけど。あ、流れてる。まだ流れ始めたとこですからね。売り出しがまだ遅かったからか、うん、来月だね、トロットロバーグは。じゃあここにバラ並べるか。そうね、そうね。ここは、あ、置けないね、やっぱこっちかな。うん。なんか一席だけすげえいい席になったな。川張りのソファーが置かれてる。すごい。まあ、うん、一郎効果もあるから。そうそう、一郎が迎えにいてバラが多分ダブル効果をもたらしてるからね、うん、さあコンクール来るぞ。どうかな。いや、かなり会心の出来ですからね。そうなんですよね。これ以上はないかなっていうレベルには来てる。焼肉だからな、出してくるのかな本当に。焼肉よりハンバーグでしょ。黄色いね、皿が。皿黄色い。さあほら、まあ、これは27点なんでしょ。27だっけ。焼肉に食感がねあるかどうか。26になった。1点下がったね。ぜオール9だったら勝てるんだな。こいつはもう眼中にないな。さあどうですか、皆さんのために作ってきましたよ、これ。どうぞ行ってくれ。頼む、頼むぞ、うん、あー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 もういったっしょ。これ9-9、9やったー、うん、勝った。満点差だけど、うん、うん、ってことはやっぱ、まあ、客層に向けたアピールの方が大事なのかもね。てか食感そこまで高くなかったけど、うん、美味しさで持ってったんだろうな。そうか、食感が高くないと多分満点は取れないんだ。なるほどなるほど。食感もそこそこはあったけどね。4、うまみの暴力でね。いや、味で制圧です、子供自体、ね、校内新聞に大きく魚の素晴らしさ。魚誰も出してねえけどな。お、東北愛好会、これクマックスハンマーでは。いや、あ、おすごい、マジでそれできたのかよ。これめっちゃ撤去しちゃった。配置外はメニューの建築から選べます。じゃあ回転さそう。すげえな、学生たち。建築、あ、あるね。え、どこ下一個下ん、そ、あ、本当だ、配置外。これを、あ、映せる。回転でいいんだけど、それすごい。これめっちゃありがたいね。ありがたいね。なるほど。へえ。これさ、うん、あの施設って置いても周りのレベルとかは上がんないじゃん、魅力。そうだね。この辺に施設ぐちゃってまとめて、
こっちは観葉植物とか置くのはどうかなとも思ってんだけど、だ客通りがあるところに施設を置くことによって利用されるっていう、ね、このピンボールいいっていう話だったもんね。うん、迷うな。観葉植物で挟んだ方がいいんだろうな。配置替えはめっちゃありがたいね。ありがたいね。あ、レーンはダメだって。レーンはダメなの。うん、あと配置替えも一応5000円かかるな、1個。ケチいね。まあ全か。撤去して建て直すよりは全然安いけど。うん、学生がやってんでしょ、土木愛好会は。いいのか、学生の分際で5000円も持ってくんだな。そこはちょっと言っといた方がいいの、うん、教育委員会に。本当に。おお、あ、そうか、そうか。あ、ちょうど修行に行ける。これね。ね、同時が1個増えるだけなのかな。それを終えることによって、新たな特殊の、そうそうそう、提案がね、来る可能性はあるから。そうかなって思って。朝月はトッピングだもんね。うん。芽ネギに朝月とかどうよ。草食動物の宴だね、それは。そう。宴も宴よ。草食動物のパーラーだね。パーラーは違うよね。まあ、あと PR ができるかな、一応。お金あるし、クマックスハンマーも買ったし。そっか。湘南の海やっとく？湘南の海の PR やりますか。うん。客層増やそう。あれですね。で、増えた客層でまた何か起きるしね。そうなんだよね。それ大事。うん。湘南マグロじゃないか。いや、わかんない。なんか、うん、魚介来る可能性はあるよね。ハマグリとか来そうじゃない？貝多いな。貝から攻める感じよね。あ、クマックスハンマーまた入ってる。割と55万、うん、10万ずつアップしていってるね。15万か、高いね。タラバのタラバエリアのところもやっぱバラを同じように置きたいな、うん、お、 PR もう終わってんだ。おお、あ、釣り人ね。釣り人は魚。釣り人だろう。いや、完璧だろう。釣り人。あ、修行も終わった。仲良くなりたいね、うん。修行先では大変な目に遭いましたが、努力の結果。おあ、それだけか。あ、そうだよね。まあ、これはダメですから。まあ、次にね、きっと繋がります、はい。釣り人に期待したいね。あなたの職場で。なんか作るか、じゃあ。また次のコンクール用の料理を一個先制しますか。うん、作る。これ順番に制覇してきてるから、そうでもなかった。まあ、飛び級は何回かした記憶がありますけど。うん、どれに焦点を当てる？県民、うん、食感さん、食感ね。でも年、若者中年、女性の若者、男性の中年と年配。食感と香り、うまみはそんなになった、うんうん、女性の若者と、あ、これいいんじゃない、芽ネギ、あ、芽ネギ。そう、県民を考えると芽ネギはありね。芽ネギとサーモン、芽ネギだったらイカでいいのか。中年と年配プラスで食感が大きいからイカ。寿司にしようか。イカの寿司でトッピングで女性受けを狙う？できるのかな。まあまあいいんじゃない。まあちょっとチャレンジはしてみます。チャレンジしてみますか。イカ作ってんな結構。まあそれだけに、ね、成長もしてるはずなんで。そうですね。イカでいこう。うん。で、調理の手間考えると、またガリオに頼むしかないな。トッピング。うん。そうか。まあ、そこまでね、差はないですもんね、うん、一郎と目利きは。一郎だと多分トッピングができないレベルになっちゃうから。お！このお寿司、ロックだね。ロック？バンドの元メンバーが駅によくいるらしいから、この寿司でロック魂を叩き込んでくれないか。どれのこと言ってんだ？わからない。ロックな寿司はツインダブルマヨあんこ軍艦かな。大体ロックだな、こう見ると。絶品トロトロバーグ意外と出てないぞ、売り。本当だ。なんでだろうね。わかんない。大関炙り鮭牛鳥もどきの方が。どこで？駅のホームで PR。12万。
12万か、うん、ちょっとずつ上がっていくね、やっぱ値段上がっていきますね。効果のほどはどうなんだろうな。本当に急にその画面になる。これね、何かしようと思って A ボタン押したら5個でデフォルトは5個だったね。それなりを見つけてきますか。それなりしかないわ。30個ぐらいにしとくか。いきますか。うん、どうかな。頼む。カジクレーム11万どうだ。あ、うん、あ、でもやっぱ食感は良くなるね。だよな、うん、あ、でイカジュクレンド上がるね、これで。おーし、うんうん、いいね、うん、これイカの旨味のなさよ。美味しいんですよね、うん、あ、50点、新品ぐらいか。波、新品の次が波なのかな。なんか PR 打つか。順番でいくと、うん、会社の会議室か。さあ、イカにトッピングしてうまいもんです。だっけ、今前に出して失敗したのはイカシソマヨだよね。そうだね、シソ、シソイカは。そうですね、シソイカでも丸ついてんだよな。香りが良くなってかつ丸だから、シソはちょっと入れたい。うん、シソの位置的にどっちがいい？手前にシソにしようかな。と、食感が上がるトッピングないんだね、うち。一個もないのか。うん、イカでしょ？レモン。素でね、高いからね、うん、食感は。まあね。おろしかレモンか。レモンも合う。イカとレモンは合うよね、絶対。うん、ああ、なんとなく。なんかこんなんありそうだもん。悪くないよね。イカシソレモンでいくか、うん。シソはちょっと外せないな。申し訳ないけど。いいですよ。うん、これでいきます。他の職人も修行さすかえ。レベル3にするのに寿司コイン40でいけるから、誰がいいかな。こっちいいっすか、アキナちゃん。本当に職人増やしたいね。バイト自然に入ってくれるんだっけ、うん、自分でしないといけない。自分で入れないといけない。維持費もだいぶ高くなってきたね。修行早いな、帰ってくんの。修行は一瞬だね。その時間でできんだったらもっと行ってくれてもいいんだけど、うん、ね。寿司コインかな。寿司コインが。ほら、寝てる。ならば。お客さんがガン見してるな。さあ、どうかな。食感。鮮やかな彩りだ。うん。イカがいい味を出してますね。うん、食感伸びたね。イカにしそ、あーあー、やっぱそうだよね。と、あー、レモンはないのか。どうかな。まあまあまあ。うん、シソイカ1。そうか、すでにシソイカあるからな。どうですかね。ちょっとコンクール用で面白みのない寿司にはなってしまったな。まあ。梅じそってあるじゃないですか。うん、レモじそだね。ああ、カタカナなんですね。うん、まあ、ちょっと今回は手抜きということでレモじそゲッソーにさせていただきますね。ゲッソー使ってないんだろうな。ゲッソーじゃないけどね。レモじそゲッソー。うん、うん、これでお、あ、PR 終わってる。新しい客層は会議室で。お、会社役員。会社役員が、これは。先輩の方増えるのはいいですね。いいですね。役員からのつながりみたいな。役員からのつながりいいね。人脈大事。うん。一応おすすめにしとくか。あ、漢字を使ってないのはね、なかなか珍しい。なかなかない。多万票以来。
あ、うん、まあ、だいぶさっぱり系が加わりましたよ、ね、うん、おすすめに。いいんじゃないですか、うん、もう美味しさ8位は満足できないな。こんなとこですか。まああとは店の奥をね、今後ちょっとずつ、うん、そうなんよね、うん、ここを拡充していきますか。現状レーンが足りないっていうんで、アルバイトでもいいからレーン増やしていく方向ですか ね、 そうだね、うん、やっていきますか、うん、じゃあセーブして、はい、今回はここまでと、うん、いやー、うん、取ったね今日も取ったね。だいぶ進みました。ちょっと忘れずにコンクールにレモジソを出すのと忘れそうレーンを広げる忘れそうこの2つです。うん、うん、じゃあはい、そういう感じで、はい、今日の収録はここまでです。はい、お願いします。